久保さん。クロームブックですよね。久保さんね。あの、久保、あのね、久保さんがクロームブックを手に入れた時の笑顔。吉谷さん、これ買ったんですよみたいな。2万円ですよ。みたいなね。あれ結構忘れられないですね。僕が心の中で思ってたことが、何こいつニヤニヤしてんだよ。クロームブックで。みたいなね。2万円のパソコンで。でもそっからね、久保さんはそれ1億いって、なんか、 あのー、ね <laughs> 何なんだってのだからまああのー、使えるものでいいと思いますよ。手取り十四万でも買えるものはあるだろうし。っていうか、なんだろうな。あの、投資した方がいいと思います。要は、投資って何かっていうと、その、FX とか株とか、ば、あのー、バイナリーとか、あのー、なんだ、不動産とか、なんだろうな。 仮想通貨とか。まあそういうものではなくて、自分に投資する。例えば、まあ久保さんも言ってましたけど、パソコンも買ってじゃあ何、何ずっと使えるじゃないですか、使おうと思えば。うーん。だからそういうその、まあ僕もなんでパソコンに50万払ったのかっていうと、従業員を雇うというところを僕は経験してるので、じゃあ従業員手取りね、14万の人を雇おうとするじゃないですか。ね。 手取り14万の人を雇います。じゃあこれ年間でいくらですかえー、100万でしょ ?180 万か。まあすみません、あの、税金は抜いてますよ。手取り14万円分で計算すると、まあ180万ぐらいですかじゃあこれ3年でどれぐらいですか ?3 パ2 4四三パ十四だから、540万ぐらいですか ?3 年で。まあもっと税金も払っても会社で払ったりとかするので、ね、社会保険とか。 社会保険か。まあ多分、まあ、うん、700ぐらい払ってるんじゃないですか、800とか。どうすかね。で、じゃあそのね、800万とかね、3年払うじゃないですか、会社がね、払いますよね。で、社員はね、ふざけんなよ、手取り14万でく、くす、少ねえな、ね。で、全然売り上げ作んないみたいなね。<laughs> いや、パソコンくんね、超いいですよ。 文句も言わないし、こう、高スペックだとやっぱいいですし、あの、作業効率上がるし、ずっと使えるし。いや、これほどいいね、従業員はいないですよ。だからパソコンほどいい従業員はいないと思ってますね。うん。だからヒカキンさん700万ぐらいのパソコン買ってたんですけど、じゃ700万はさすがに僕買えないですけど、まあ、今度ね、また新しく出たら買い替えますから、僕は。もう間違いなく買い替えますね。あの、Mac で M1 チップっていうのができ出たんで、 まあ、M1 チップが搭載された MacBook Pro 16インチをね、絶対出るんで、これ、買いますよ。まあ、従業員雇用するよりクソ安いですからね、これ、本当に。に。3年4年で。で、3年雇って、もちろんその、その従業員が教育されて、しっかりと会社に貢献できるような人材になってればいいですよ。全然なってればいいんだけども、なってないとき悲惨ですからね、これね。悲惨。マジで悲惨。<laughs> そう でもそれもギャンブルみたいなもんですよね。全員が会社のために動いて、会社のために貢献してくれるような従業員になるかっていうと、ころわかんないんで。ギャンブルみたいなもんですよ。わかんない。100%ではないですから。うんパソコンは100%です。<laughs> ちゃんと動いてくれますからね。まあたまに故障するともありますけど、うん、まあ故障してないですね、これね。50万のパソコン。<laughs> うーん だから、その自分に、そのこれからその、なんだろうな、あネットビジネスやっていくんだったら、例えばね、最近このマイクとかも買ったんですよ。ペー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 ペイーペーペー祭りでね、これ、新しいマイク。これ、これ3万5千ぐらいしたんですけど、まあこれもね、まあずっと使えるわけじゃないですか。ね。まあ1年ぐらい悩んだんですけど、もうマイク買いすぎだなと思ったんですけど、まあまあこれはずっと使えるし、まあ動画なんてね、音声か、 ま、画質しかないんですよ。で、動画で仕事やってんじゃないですか。そう。だから、ま、これ買いました。うん、1一年。もうこれちょっと一年悩みましたよね。ちょっといらねえかなと思ったんですけど。まあ、でも、ペイペイ祭りにやられましたね。そう。でもね、実際撮ってみて、やっぱね、ノイズみたいなの全然ないですね。うん、これ電池式なんですよ。こう電池式。こうやって電池入るんですけど。うん、これ、まあ、 これ、からどんどんん取ってまあこれ吉谷の流儀用に取って買ったようなもんだんで、これ流儀用でこれ使っていこうかなと思います。まあ流儀も1000本ぐらい取るんで、まあいいかなと。ユーザーさんいなくなっちゃったしね、流儀ね。まあいいやまあとりあえず手取り14万の人を雇用するのはリスクあるので、あのー、こういうのに金使った方がいいですよ。ずっと使えるものに。で、そこからお金を生み出せるものですよね。 うん。だから、Chromebook2 万円とかでもいいんですよ。ずっと使えるから。使うと思えば。うん。で、稼げるようになったら、こういうのに投資していけばいいと思います。仕事道商売道具ですよね。商売道具に投資していくっていう。だって、今ね、久保さん Chromebook でやってないですよ。まあ、逆に言うと、今も Chromebook でやってたらち、ちょっと、すげえなと思いますけど、これ徐々に久保さんもスペックアップしてますからね。そりゃそうですよね。作業効率上がるんだから。 従業員雇いよりパソコン、高スペックのパソコンの方は、まあ、マジでいいですからね。こう、裏切らない。<laughs> パソコンは裏切らない。いってらっしゃい。